地元の自然に興味を持ってもらおうと、登米市の長沼で小学生がうなぎの幼魚を放流しました。放流体験は地元の漁協が10年前から行っていて、今日は登米市立新田小学校の児童およそ20人が参加しました。放流されたのは体長20センチから30センチほどに成長したうなぎの幼魚です。うなぎはプランクトンなどを食べるため水質浄化につながるということです。手で掴めるだろうなと思ってたけど、思った以上にヌメヌメしてて掴めませんでした。これから大きくなるから、もっとうなぎとかもたくさん取れるようになってほしいです。うなぎの幼魚は3年後には1メートルほどまで成長するということで、将来的には食用としての捕獲を目指しています。